とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエストに行ってみようと思います。プレイヤーの所持品は、苦痛の矢のみ、そして HP が 30% 増加して、敵がクリーパーになるっていうところですね。ハープクロスボウを使って、苦痛の矢で行ってみましょう。これね、多分、楽しいと思う。楽だと思うね。で、ここなんだけども、アイテムがね、入り口のところに確定で2つあります。ここでね、装備厳選をやるっていう人もいるんだけども、もうちょっとね、ロード時間がね、短かったらいいよね。ロードがね、長いから、ちょっとね、時間がかかるんですよね。よし!あ、やっぱダメージはそんなに取れないよ。思ったほどダメージは取れないけども、寄せ付けないからやっぱいいよね。敵を寄せ付けないし、戦いやすい。しゃ。やっぱ普通の矢っていいよね。普通の矢はいいわ。しゃ、これにね、無限ダイナモがつけば本当に最高なんだけども、やっぱりね、修正されちゃったよね、あれは。あんまりだったか、強さが。もう異常だったもん、強さが。ほんとに。とんでもない強さだった。でもね、今のね、雷の矢筒の、無限ダイナモは、頼むから、残しといてくれ。もう、あればかりはちょっとね、なんとか修正せずに、お願いしますよ。あぶねえ。そうか、こいつらは、キャプテンはあれか。ノックバックしないんだ。そうだ、そうだ、そうだ。そこはちょっと注意しないといけませんね。でも、ノックバックしないのってキャプテンぐらいだよね。あとは確か、全員やれるよね。だよね。よっしゃ、もう邪魔くさいな、あれ。やっぱ HP30% 増加してるんで、なんてことないね。全然ダメージ受けない。もうめんどくさいな、お前。しゃ。これだったら、別に HP が 60% 減少するようなやつでも、余裕かな?しゃあ。脅威がバンバン来るね。キャプテンいないなぁ。ん?ここどこだ?あんまり見ないところですね。もしかしたらキャプテンがこれ先にいるか?ここあんまり、普段はあんまり見ない場所だと思いますけどね。どうだ?いるかな?いてくれれば嬉しい。何もいませんでした。いないんかい。結構長かったよ。もう最後なんだけどね。ここの右左にいてくれれば嬉しいな。ああ、いいね。変更がね、効かないっていうのはやっぱり強いわ。変更無効はやっぱり弓を使う身にしてはね、かなりいい感じっすよね。洞窟。今回よく洞窟あるな。頼むよ。霊廟みたいなところだったら、ここはいる!めちゃくちゃいるぞ!ちょっと待って、止まるな!バッカ!やべ!しゃあ!いい、脅威3。神秘がいて、頼むから。いいよ、いいよ。結構強めの敵でも、やっぱりこの、よし。苦痛の矢で寄せ付けないから、戦いやすい。めちゃくちゃ戦いやすいね。やっぱデイリーの、なんとかの矢に変わるっていうやつ。あれはお得だよね。ものすごい戦いやすい。おい、ちょっと待って。再生がついてるんかい。やたらか知らんなと思ったら、再生付き。やべ。硬いな。よし。はい、オッケー。なんだモブダメージ 140%! いいね。でもこの先はいないね。
あ、いないわ。じゃあ反対側行ってみましょうか。お、いいよいいよ。いたー、よし、いいよいいよ。ちょっと待って、危ねえ。ポーションバリアつけとかないと 140% アップはさすがに死ぬ。ちょっと待って、お前邪魔、邪魔だってば。取らせて、よし。何、モブ速度か。あ、速度はいらない。速度が出るとちょっとぬるいんだ。ちょっと待て、エンチャンターこれすごい。ちょっと待って待って、危ない危ない危ない。エンチャンターえぐいな、危ねえ。しゃあ、オッケー。重力がついてたからね。この先あと1体、あ、いるかもしんない。いや、いないわ、いないわ。はい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 。となるともうボスですね。いきましょう、ボスいきまーす。雑魚戦はね、そこそこいいんだけど、うん、やっぱボス戦がね、そこまでダメージ取れないからね。あー、いまいちだわ。うん。やっぱ近接で叩いた方が、まだ火力が出るね。そうね。雑魚戦には本当にね、これすごい、おお、消す、あ、消さないね。消さないね。よっしゃ。危ない。危ない。これ食らったら結構ダメージあるからね。オッケー。やる、意外とめんどくさい。オッケー、今かい、今弱点が出てたんか。よっしゃ、うん、あー落ちた、マジか。で、意外とこれ回復にもね、役に立つからいいよね。回復も意外としてくれるんでいいですね。出た、シューティングゲーム。 OK、 いくぞ。うわー、結構痛い。やっぱダメージが増えてるのがね、結構痛いな。いけ、できる。パワーポーション、お、出た出た出た、パワーポーション出てきてくれると嬉しい。でもそこまでダメージがない。うん、やっぱボス戦ではね、そこまで使えないんだよね。うん、雑魚戦ではもう本当にね、槍とハープクロスも強いんだけど、ボス戦はやっぱこんな感じですよ。ボス戦こんな感じ。しゃ、終わり、倒しました。はい。ということで、今日はデイリークエスト、行ってみました。苦痛の矢に変わるってやつですね。苦痛の矢とか、あと炎の矢に変わるデイリークエストは、マルチショットのハープクロスボウがめちゃくちゃ役に立つ。すっごい良かったよ。うん。まあ、無限ダイナモじゃなしにしても、こういう感じだと全然使っていけますね。おすすめです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。